あのこの手のひら、ここに膝のお皿があるんだけど、この手は膝のお皿の上、ここに小指を引っ掛けて、どっちかっつったらこう、あのすねじゃないね。なんでだろう、あのさっきも言ったけど、ここに小指引っ掛けとくと、あの相手の足の位置で自分を起こしてもらえる。これが爪だと、あ、抜けたね、意味ないんですよ。やっぱりこの膝が動いた分、俺も動きたいから、こう見えてるかな、こう、ここに膝頭があるんだけど、こう膝頭の上に小指をこう引っ掛けるつもり。そうすればほら、相手の腰が動いたら俺も引っ張ってもらえるでしょ。それとちょっと立ってもらって、立って潜りに入った時も、この小指の、あ、ごめん、膝頭の、なんていう、室外骨か、の上の縁に小指を引っ掛けて、そしたら抜こうとしていい。抜けないからね、あ、こう足上げて。抜けないね。これはすねだと抜いていい。こう、それって抜けてるからね。だから、何度も言うけど、この室外骨の上の縁に小指引っ掛けて、ここにぶら下がるというか、下に体重かけ、そして、首で足首を止めて、後頭部を 足の甲に乗せちゃえば、これでもう足首と、まあ、なんていうの、足の甲と足首と膝と固定できたからもう抜けないよね。うん、なんかこれ、うん、そう。ではここ、あの、俺はここ。でもまあ、すねを持ってる人も、すごい強い人で、こう、すね持ってる人もいるんで、俺するのはちょっと分かんないんだけど、俺はそうしてるよ。